ワークショップを開催させていただきます。皆様、本日はお忙しい中、エンジョイ EU スマンビレッジクッキングワークショップにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日から開催のエンジョイ EU スマンビレッジは、EU と日本食材のパーフェクトマッチをテーマに、本日から10日までの10日間、EU 全加盟国27カ国の食材と日本食材のペアリングメニューをご紹介させていただくイベントです。ワークショップやサンプリングを通して意外な組み合わせをぜひ発見してみてください。また会場では景品がもらえるシークレットワードゲーム、そして EU オリジナルフォトフレームが楽しめる AR フォトブースなどがございますので、ぜひお楽しみください。さて、パーフェクトマッチとは EU 食材と日本食材の完璧なペアリングのことを指しており、日本では2019年よりプロモーションを開始させていただいております。今回はセーフティー、安全性、そしてサステナビリティ、持続可能性をテーマにプロモーションしております。本日は人気料理家の植松芳恵先生を講師にお招きし、オイルサーディンとムール貝、おかひじきのブリスケッタ、白ワインカスティーヤを添えてをご紹介させていただきます。 EU 食材と日本食材の完璧な組み合わせをぜひお楽しみください。それでは植松先生のプロフィールをご紹介させていただきます。料理家の植松先生は、野菜をたっぷり使った季節感あふれる料理をご提案され、野菜の栽培をライフワークとされています。ご自身が主催する料理教室では、ジャンルを問わず繰り返し作りたくなるようなシンプルな料理を紹介されています。また国内外の旅行をされることも多く、その土地土地の食材や豆腐などにも精通し、近年は食にまつわる数多くのイベントを企画されています。またベトナム料理との縁も深くていらっしゃり、2017年には代々木にベトナム料理店ヨヨナムをプロデュースされております。それでは植松先生、早速調理の方をお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、料理研究家の植松芳恵と申します。 EU 食材を使ったお茶のイベントなんですけれども、先週第1回目やりまして、今回2回目のことになっております。エンジョイ EU サマービレッジということで、前回私が担当したお料理はクリスマスだったんですけれども、今回は季節を変えて、春夏のお料理をご紹介したいと思います。なので食材も随分変わってきて、日本って四季がありますよね。なので春夏秋冬で EU 食材と日本食材をマッチしていろいろと楽しめることができますので、今日は春夏秋冬をいろんな食材で楽しめるようなご提案もしたいと思います。よろしくお願いします。今日なんですけれども、お料理の中でもちょっとスターターとして置いてあったらいいなと思うブルスケッタですね、おつまみをご紹介したいと思います。バゲットを焼いてるんですけれども、お茶の上に魚介類とかをね、ちょっと盛ってあげると、塩ワイン、冷えた塩ワインとか泡にすごく合いますし、すぐに冷凍した方から仕上がっていただけますので、冷めても美味しいおつまみをご紹介したいと思います。はい、今日なんですけれども、EU 食材としてご紹介するものの中にオリーブオイルがあるんですね。でオリーブオイルはとても日本の調味料の醤油と相性がいいです。なので私はもう常日頃醤油とオリーブオイルの組み合わせを楽しんでるんですけれども、そこに魚介だったりお肉だったり入って、あとは日本の伝統的なお野菜とか旬の食材が入るので、とってもこうベストマッチな組み合わせになりますので、まず失敗がないかなと思います。はい、で今日はですね、オイルサーディンとムール貝、魚介類ですね、こちらを使っておかひじきとプラスブリスケットを作っていこうと思います。で、おかひじきはちょうど説明するんですけれども、もう日本で食べたことなかったかもしれないかもしれないですけれども、とてもシャキシャキした食感で、他の食材では買い難いいい食感を持ってますので、こちらをたくさん使っていこうと思います。はい、ではまず、ブルスケッタですけれども、最初土台となるベースとなるものを作っていこうと思います。でバゲットは
ちょっと薄めのバゲットを用意していただいて、もうカリカリに焼いていきます。で、香ばしい方が美味しいので、割と、しっかりトーストしておきますね。で、こちらに、ニンニクを半分に切って、この硬い部分を中心に切りつけていきます。これ結構重要な作業ですね。それでは先生にバゲットの方を完成させていただいている間に、輸入食材の4つの特徴をご紹介させていただきます。それは高品質であること、本物であること、安全性、そしてサステナブルであることです。1つ目の品質ですが、ヨーロッパの食品製造者は消費者の期待に応えるべく常に製品の品質の向上に努めています。ヨーロッパの食品は安全と品質、伝統を守りつつも最新の技術を導入し品質の向上に常に努めております。2つ目、本物。飼育、生産、加工の技術は数世紀以上にも遡り、何世代にもわたって引き継がれたものです。ヨーロッパの食品と飲料品は伝統とノウハウを反映した価値あるものと言います。3つ目が安全性。ヨーロッパの食品と健康と消費者保護、そして製品の安全性に対し世界でも最も厳しいと呼ばれる基準を、遵守しています。ヨーロッパの製品は収穫から食卓までその道筋をたどることができます。最後に持続可能性。ファームトゥーフォーク、農場から食卓まで、欧州連合では全ての EU 産食品と飲料の生産加工および調整に対し世界で最も厳しい持続可能性の基準を適用しています。これにより生産者に公平で環境負荷を最大限に減らす食品システムが可能になります。それでは先生、次の作業の方をお願いいたします。はい、今ですね、お話しされている間にニンニクを口につけて、とてもいい香りのバゲットが完成しました。でこちらの精力剤をこれから作っていきます。で今日なんですけれども、日本食材として一番今使いたいのがおかひじきですね。で私は実はこの二子玉川の近辺で畑をやってまして、今ちょうど青唐辛子とおかひじきが育っています。だから本当にもう最終の食材です。でおかひじきは食べたことない方いらっしゃいますか？今ちょうどスーパーとかでも売ってるんですけれども、ひじき、海藻ではないです。ひじきとは言うんですけど海藻ではなくって、食感とか形状が似てるかなっていう感じですね。こう海藻のような形状していて、食べるとシャキシャキした食感で、でも驚くほど癖がないです。癖がないので本当に食感を楽しむための野菜だなと思います。でも栄養価がいっぱいあるはずなので、ぜひこの夏に取ってください。でこの兄弟分としてオカワカメというのもありまして、オカワカメが本当に海藻みたいなこうテクスチャーといいますか、さっと湯がくと本当にこうちょっととろみがあって海藻みたいな食感になってくれます。で夏の青菜、これも青菜の一種なんですけれども、夏のお野菜の青菜の部分って結構ぬめりがあったりしませんか？モルヘイヤだったりとかつるむらさきとか、おかひじきはちょっとニュアンスありますけれども、結構夏の暑い時期に対抗しなければいけないので、ぬめりを出してくるんですね。なのですごく体調ちょっと良くないなっていう時に夏の青菜を食べるとすごくこう口調がスムーズに動いたりしますので、おすすめです。であとは青唐辛子ですね。で唐辛子に旬があるんですかっていう話なんですけれども、あります。ちょうど今青い唐辛子がなってる時期で、これが秋に向かってどんどんこう赤くなって完熟して乾燥に向いた保存に向く赤い唐辛子になっていきます。で青い唐辛子のいいところは辛いんですけれども、ちょっと入るとすがすがしい青い香りがするので、私はすごく大好きで、そうめんの薬味にも薄く刻んでちょっと入れると一味唐辛子なんか全然美味しい青臭い香りが楽しめますね。今日も辛味として使っていきます。であとは九条ネギですね。
九条ネギは通年で回っているもので、旬としては秋冬なんですけれども、ネギの一つとして今日は使っていきたいと思います。では野菜を切っていきますね。まずおかひじきなんですけれども、市販されているものに関しては茎は結構柔らかいものしか収穫してないはずです。自分で作ると結構この主軸が硬くなってしまって全部除かなければいけないんですけれども、販売しているものは結構柔らかくなったところしかないはずなので、このまま使っていきます。もうザクザクと2センチ幅ぐらいに刻んでください。もう下ごしらえもすごい簡単です。もうこれを刻んでペペロンチーノにしても美味しいですね。青唐辛子とかきじきのペペロンチーノもとても美味しいです。で次に、青唐辛子なんですけれども、こちらを小口切りにしていきます。はい、ちょうど野菜切り終わりました。かきじきは細かく1センチ幅、青唐辛子は、細かい小口切り、それからネギは斜め薄切りしてください。その間に話すんですけれども、こちらのかきじき今が旬なので、じゃあ季節を変えて春だったらどんな野菜で作ったらいいですかっていう質問が来るかなと思うんですけれども、春は菜の花とかいいですね。菜の花とかルッコラ、ルッコラとかおすすめですね。ルッコラはちょっとこう青菜の中でも結構癖があるので、同じように細かく刻んで食べていただくととてもいいと思います。はい、で、秋だったらレンコンいいですね。レンコンをごく薄切りにして、ちょっとこう細かく切って同じように使うとシャキシャキ感が結構同じなのでいいと思います。あとはごぼうを混ぜ込んでもいいと思います。レンコンとごぼうを混ぜてごぼうで作っても美味しいですね。はい、であとはですね、冬だったらこんな感じかなと思うんですけれども、冬も引き続きルッコラが取れるのでルッコラがいいかなと思うんですけれども、あとは春菊だとちょっと強い気もするけど、でも春菊もいいと思いますね。はい、あとはネギを増量してネギたっぷりのブルスケッタも美味しいと思います。そして今日使う輸入食材の中で、オイルサーディン、こちら、お魚イワシですよね。イワシは日本人も大好きなお魚で、しかも今日お醤油と合わせるのですごくベストマッチかと思います。でこちらにそういったちょっと食感のあるちょっと癖のある野菜を一緒に炒めてあげると、もうそれだけですごく気の利いた前菜になりますし、今日白ワインと合わせるんですけれども、白ワインをきりっと冷やして召し上がっていただくと、あとレモンを使うんですね。レモン、こちらもすごく爽やか食材なのでレモンをちょっとキュッと絞っていただくといいと思いますし、これが時期だったらすだちが出てきますよね。すだちの柑橘の香りもすごくいいので、レモンの代わりにすだちを使ってもいいと思います。あとやっぱりニンニクですね。ニンニクがいっぱいこう香っていると食欲すごく増しますので、ニンニクをいっぱい使っていただくといいと思います。でこのオイルサーディンなんですけれども、もう食べ続きでしっかりこう箱にきっちり収まっているので、すごくツナみたいな感覚で使ってほしい食材ですね。で特にその EU 圏のオイルサーディンは本当に肉厚で、もうお魚の形が分かるぐらいもう擦れてないんですよね。もう丸ごとぎっしり入ってる感じで、でもこのまま食べたいぐらいの本当にもう肌感覚に使える、美味しい食材です。でツナの代わりにイワシのパスタを作ると分かるんですけど、お魚でこんなに違うんだなというのが分かるので、ぜひパスタの食材としても使ってみてください。お待たせしました。はい、では炒めていきます。まずオリーブオイルですね。オリーブオイル入れますね。
先生、今日はイタリア産、はい、トスカーナ産、エクストラバージンオイルオリーブオイルを使用されていますけれども、はい、こちらのオリーブオイルはどういった風味といいますか、どういった特徴がありますでしょうか。はい、イタリアのオリーブオイルすごくクオリティが高いんですね。本当はこういう焦げ酢で使うにはもったいないぐらいのオイルで、今日はレシピにないんですけれども、とてもピリッと辛みがあって美味しかったので、最後にトッピングでも使っていこうと思います。オイル、やっぱり美味しいオイルは最後にトッピングにしてもすごく美味しいので、加熱もいいですけど、ぜひ生として、これオリーブのジュースなんですよね。種じゃなくオイルと違って、果実を使っているので、すごくフルーティーで美味しいと思います。まずネギを炒めていきます。オリーブオイルでこうネギを炒めるだけでもとても美味しい香りがしてくるんですけれども、ちょっと香ばしめに焼いていきますね。すごく香ばしい香りがしてきたので、これと唐辛子をね、加えていこうと思います。で、赤唐辛子でももちろんいいですけれども、青唐辛子を加えるとすごく爽やかな青臭い辛みが楽しみますので、こちらにサービスで加えていきます。多少油が入るくらいが美味しいですね。油で漬けてありますので、ちょっと軽く油が入るぐらいの方が、後のひじきもありますので、汁気を切りすぎないように。ここで、あんまりほぐさない方がいいです。もう骨までしっかり柔らかくなっているので、無理にほぐそうとしない方が勝手にほぐれますので、あんまりほぐれちゃうと逆にね、ちょっとこう、寂しい感じになっちゃうので、ここでは軽く炒めてください。そこに先ほどのおかひじき1パック、大体 80g なんですけれども、こちらをわさっと入れていきます。もう炒めるだけなんですけど、すごい簡単で、冷めても美味しいです。で、あんまり炒めるというよりは、ちょっとこう広げてあげて、たまにこう、トングで返していく感じの方が美味しく作れます。こんな感じで、あんまりこう、ガチャガチャ炒めない方が美味しくね、水っぽくなくできます。フライパンは広く使ってください。この蒸気が飛んでいくの分かりますよね。これが水分が飛んでいる印なので、広げて炒めていきます。はい、そこにお醤油、それからレモン汁を加えていきますね。お醤油とオリーブオイルの相性っていうのは非常にいいとお聞きしたんですが、はい、どういった食材、緑の野菜ですとか、はい、どういったものに普段合わせるとより楽しめますでしょうか。もう洋食に限らず、普通の普段の食にも合ってきて、例えば焼き鮭と大根おろし、一般的な和食の組み合わせですよね。そういったものにも臆せずオリーブオイルをかけて醤油をかけると、すごくこう、コクが出て美味しいですよね。ちょっとこう、味がグレードアップしますというか、そういう感じで楽しめますので、本当に和食にお醤油垂らすだけじゃなくて、ちょっとオリーブオイル混ぜ合わせて加えてみると、こう、滑らかな食感が始まります。ありがとうございます。ここで会場から質問を一ついただいております。はい、本日のワインはスペイン産ですが、地産地消で言えばスペインのオリーブオイルと使いたいところです。おすすめのオイル、スペイン産はありますでしょうかという質問ですが、はい、銘柄はちょっとここではお伝えできないんですけれども、私スペイン料理も、ね、すごく作ってまして、特にスペインのバスク地方の料理が好きで、料理本も出しております。はい、私は個人的な意見としては、
タリアの時はイタリアのオイルを使った方がいいのかなとか、そういうなんかなんとなく地域の料理によって絶対じゃないんですけれども、そのイタリア料理作る時はイタリアのオリーブオイルとか、スペインの時はスペインの、オイルを使うとか、そういうふうにしているとちょっとこうなんかその地域のことが分かったような気がしてとても楽しいですし、あとは地域で作ってるオリーブオイルは地域で作られている例えば加工品、お肉とか魚とかそういったものと相性がとてもいいんですよ。なのでやっぱり同じ場所で作られているものを知ってすごく相性がいいなとは感じています。ありがとうございます。スペイン産のオリーブオイルですけれども補足させていただきますと、今回他のワークショップでは例えば PDO のマークがついているカサ・アルバート、これはバレンシア地方で、積まれるオリーブでコールドプレス製法にて抽出されたオイルということです。それからもう一つスペインのオリーブオイルを紹介させていただきますと、マヨルカエクストラバージンオリーブオイル、これも PDO マークがついたものでリクアール酒 100% で作られたもので、フルーティーながらわずかな辛みと苦味が楽しみいただけます。これらの商品をぜひ手に取ってみてください。オリーブオイルすごくオリーブの品種がすごくあってもう手に負えない状態なんですけれども、EU いろんな国がありまして、もうこの前のワークショップではギリシャのオリーブオイルを使ったりとか、まだ私が知らないすごく素敵なオリーブオイルを作っている作り手とか国があるはずなので、いろんな EU の加盟国のオリーブオイルを試してみるとすごく楽しくなるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。それからもう一ついただいている質問で、はい、今回のブルスケッタをアジアンテイストにするにはどんな調味料を使えばいいでしょうかという質問です。はい、もうこれはあれですね、ルクマムだったりとかナンプラーといった魚醤を使うといいと思います。でちょっと風味付けに使った方がいいかなと思います。でも魚は今日オイルサーディン使ってますので、魚の方出汁が出てるのでちょっと補強的に使うとか、あとはニンニク生姜を置いてするとエスニックテーマになったりします。こんな風に出来上がりました。全然水っぽくなくて炒めたんですけれども、もうカラッとしていて時間が経ってもとても美味しさが保てます。注意点としてはおかひじきを洗ってあまり水切りをしないで使うと水っぽくなっちゃうので、おかひじきだけはしっかり水気を切ってこう布巾で水気を抑えてから使ってください。はい、では盛り付けていきます。先ほどのバゲットのニンニクを塗ったこちらのバゲットですね。ちょっと、ね、オイル美味しかったのでオイルをかけていきます。バゲットにかけるとじわーっとこうバゲットをこみしめるとオイルの味がして美味しいので、ゲットにオイルを散らせますね。そして、こちらにたっぷりの食べたいものを載せますね。でブルスケッタという名前ですけど、スペインに行くとピンチョスっていう名前とかタパスになったりしますので同じ感覚ですね。バゲットがお皿代わりで上に美味しいおつまみが乗っているっていう感じです。でお家でレースペーパーとかがあるとすごく盛り上がります。もうこのほぐしすぎてないイワシがすごく高級な感じでとてもいいので、他でほぐさない方がね、やっぱり肉厚でいいと思います。先生、もう一つここで質問なんですけれども、はい、
今回旬で利用されている青唐辛子と通常の赤い唐辛子の違いは何かありますかというご質問です。はい、赤唐辛子はもう辛みと旨味ですね。とても旨味があるので、私は辛いだけじゃなくて旨味こう味に奥行きを出すという意味でも唐辛子を使うことが多いですけれども、青唐辛子はそこにこう清涼感といいますか、青いこう清々しい香りが入ってくるので、特に今の時期です、ね、売ってることも多いので対応しています。ありがとうございます。今日はこちらの方に同じ輸食材のムール貝がありますね。ムール貝はこちら冷凍でボイルした状態で冷凍したものを乾燥したものを、中を身をね取り外してニンニクとオイルと醤油で炒めました。サッと炒めました。もうボイルしてあるのでサッと加熱をしてニンニクと醤油のフレーバーをつけて炒めました。使われているオイルのムール貝はアイルランド産です。色が、ね、オレンジで綺麗なのでとてもね上に乗けるととても大きく見えます。あとはもしあればレモンの皮を千切りにしてちょっと上にトッピングするとより爽やかでちょっと苦いんですけども美味しくなります。あとはパセリですね。パセリも春と香りがふわっと思いますので今日パセリですけれどもあとディルとかをね上に散らしても良かったと思いますのでディルもはい、完成しました。すごくヘルシーな、ね、おつまみになりましたね。はい、完成です。ありがとうございます。で、こちらに、ワイン、ワインを、今日は白ワイン、スペイン産の白ワインなので、まあブルスケットというかピンチョスに近いんですけれども、こう前菜にこちらのブルスケットをつまみつつ、きっと冷やした白ワインですね。今日の白ワインはカスティーヤ地方というスペインのカスティーヤ地方、中部ですね、スペインの真ん中あたりでマドリッドという首都があるあたりの地域で観光名所としてはアビラとか。トレードは違う。アビラとかそういうちょっとこう城壁都市が昔の城壁の街がいっぱいあってすごく観光名所が多いですね。で私もそのあたりを旅したんですけどとにかく下毒オリーブ畑しかなくて荒野が広がっているところそこで美味しいワインができるんだなと思います。でこれはベルテ・ホッシュというスペインの白ワインの品種としてプロ品種としてはすごくポピュラーなベルテホという品種で作られているものなんですけれどもカスティア地方のルエダという場所で作られているワインです。で、ルエダ地方というのはそのベルテホの一大産地らしくてすごくこう高級なものからリーズナブルなものまで作っているみたいですね。でこういった気軽な前菜とかに合うような辛口なんだけれどもフルーティーな味わい の, 結構コスパのいいワインがいっぱい販売されてますのでぜひレーダー地方でエルデホッシュで白ワインでちょっと探していただけるといろんなそういうエルデホのワインに出会えるかもしれないですね。はい、今日のこのワインはフルーティーなんですけれどもキリッとしていて夏にすごいぴったりだなと思いました。
先生ありがとうございました。ありがとうございました。本日はこちらの完成した料理を